カリフォルニアゴールドの水芽を3本掘り上げて鉢植えにしておいて、残るはこれらの2本なんですが、親株の周りにこう周囲にですね、親株を取り巻くようにして出てきている水芽は比較的掘り上げるのが安全なんですが、こういうふうに親株から最初にこれが出てきて大きい方、その後小さいものが出てきて、このような円周的じゃなく同じ方向に2本並んでいる苗の掘り上げはよほど慎重にやらないと、どちらかに根がついてないまま掘り上げてしまうということが往々にしてあるんですね。まあ、このような小さな水芽じゃなく、ブラジルバナナなんかで、あるいは銀バナナとかでこういう風な並び方をしている水芽を無造作に掘り上げて、まあどちらかに根がついてなかったとか、最悪の場合にはどちらにもほとんど根がついてなくて、まあその後活着しないとかですね、よく失敗することがあるんです。本来ならこのダメになってしまった親株とともに掘り上げてしまえばいいんですが、まあ私の場合はこの親株しばらく残して様子を見る、まあ観察するしたいという希望がありますので、まあ子株の方だけ2本ですね、掘り上げてみようと思います。慎重に掘り上げてみたんですが、掘り上げてみたら地上からは見えなかったもう1本の水芽がこのように全く真っ白ですね、準備されていたんですね。まあこれはこれで別な鉢に埋め込んでみるより他ないですね。根はちょっと出ていますので、もしかしたら生きるかもしれませんね。それでこちらの2本ですね、まあこうこのように見ますと、もっと土をまあのけていけばですね、多少はっきりすると思いますけれども、この外側にある大きな苗というのは外移して、まあ、このような位置で親株とともに生きていたんですが、このように外側にあるものはですね、このように外移してそんなに根がついてないことが多いんですね。大きいんだけれどもさほど根がついてない場合があります。それでこの辺でまあ根切り棒とかスコップで切っていって、それから親株と切り離すのではなく、この辺でですね、この間でバシッとスコップや根切り棒で切ってしまうと、ほとんど根がついていない状態の水芽ということになってしまうんですね。それでこのようにまあ2本一緒に掘り上げてですね、でなるべくならもうこのまま2本一緒に他の場所に植えるか、あるいは鉢植えしておいて、そうしてこちらから
もっと根が出てくるのを待って、まあ、例えば1ヶ月とか1ヶ月半とかですね、で掘り上げてみて、もっと根が出てたらここを切り離して1本ずつ植え直すという方が無難ですね。もちろんここから根が十分出てれば、もう最初から切り離してですね、まあ、こちらかこちらの根も確認できればですね、切り離して1本ずつでも構いません。まあ、私はこれをですね、日本一緒に植えて1ヶ月ぐらいはもうこのままにして、もっと根が出てくるのを待ちたいと思いますね。根が出てくるのは掘り上げてみなくとも、針葉が展開してくるかどうかで大体わかりますから、根と針葉の発生展開というのは対応してますから、何べんも何べんも掘り上げて白い根が出てるかと確認作業する必要はないんですね。まあこれはちょっと意外というか儲け物というか、実験用にいいものを入手したなと思っておりますね。これでカリフォルニアゴールドの水明を今のところ全部掘り上げました。これが1本目、これが2本目、これが3本目、そして4本目と5本目は一緒に植えまして、6本目のまあ早産というか未熟児を取り上げてしまった感じなんですが、6本目はこういう深い縦長のビニールポットに植えて、ちょっと上の方だけ出しておきました。年を取るとつい最近のことをすぐ忘れてしまうんですよね。まあ、これをご覧になっている若い方たちはそうですね、65ぐらいにでもなったら今私が言っていることわかるかもしれませんが、目でも出しておかないとこれは何かな、なんて何も出てないなって自分で植えておいて土を、まあ、開けてしまって、それからああしまったなんていうことになりかねませんので、こういう形にしておきました。まあこれらを育てて、大きい方は来年初夏前の地植え苗を育成するつもりですね。